日本北海道札幌市西区ことにことには札幌市西区の地名。ことにの地名の語源はアイヌ語のコ・ネ・イである。1872年開拓史によってことにと命名された。現在の住居表示でのことにのほか旧ことに町に含まれていたことに周辺地域も総称として ことにと呼ばれるが、近年では、歴史的背景も薄れ、居住者も流入が激しく、正確に把握している人は少なくなりつつある。現在、住居表示のことには、ことに一条一丁目からことに四条七丁目まで存在する。該当する区域の旧地名は、宮の下、本町、川添えあずま、川添西。隣接している地区は、北は JR 線を境に8県。 東は二十四県、南は北五条、手稲通を境に山の手、西は、ことッサム川を境にハッサム、北五条、手稲通とことッサム川の交差地点の向かい側が、旧手稲町である西町。なお、地名に残る8県、十四県は入植した個数に、由来する。札幌市西区役所庁舎地域内には、JR 北海道こと駅と札幌市営地下鉄、 ことに駅が存在するが、直結しておらず、約800メートルの距離がある。両駅を結ぶ形で地域の中心を、トンデン平村時代からのメインストリートであることに本通りが通っている。この通りを中心に、西区役所、消防署医療機関、病院、商業施設、金融機関、ホテル、マンションなどが林立している商業地域であり、札幌市でも、 有数の繁華街である。各市店舗の数及び集中度は札幌市内ではすすきの地区に次いで多い。また工事に入ると古くからの民家も密集する住宅地でもある。近年大規模なマンションがいくつも建設され、また JR ことに駅周辺では再開発によって新しい商業施設が開業するなど街並みが変化している。大型店。 庭園店の進出が徐々に進む一方で、閉鎖され空きてなんととなっているビルも見られるようになってきた。昔のとに川や小谷橋山川の扇状地の上に発達した市街地。札幌市中心部が豊平川の扇状地の上に築かれているのと同じ。一見平坦な土地に見えるが、山側から八県方面に向かって多少の傾斜がある。 JR 北海道ことに駅とを結び、商業施設が集中することに栄え町通りを JR 駅側から見ると、建物が水平より高くなっていくのがわかる。この傾斜のせいで JR 北海道ことに駅や伊東洋華道ことに店などは、北東側と南西側のそれぞれの出口で一方は、道から普通に入れるのに、反対側は、集団の階段になっていたりする。 北海道の都市に多い5番目城都市区画だが、札幌市中心部と違い、ことに地区は東西南北に対して45度程度の傾きのある区画になっている。これは、トン,ン平村だった頃の区画や、鉄道線がその方向に走っているためでもあるが、8県や24県、西野や西町など、西区の大部分はことにと同じ方向の区画になっている。 ことに地区でも中心部の2条2丁目や3条3丁目から3条6丁目あたりまでは道が整理されておらず内部には通り抜けのできない道路や変形した交差点がいくつか見られる北海道の市街地にはこうした整理されない区画は珍しい平成21年閉園なしなしことにことにと称していてもことにに存在しない施設は多いいずれも かつてのこと町内であり、例えば現在の西区八県は札幌市と合併した後、こと町八県や西区こと八8県だったことなどに由来している。豊方は地上一般放送事業者として地上一般放送局の免許を取得、こと t v の愛称でフルセグ及びワンセグ放送を実施している。区内に地上一般放送局9局が設置されている。 ありがとうございます。